なんすかこれ。板橋に来ました。はい。新旧の針の方から電話来まして、ぜひ怪物くんがちょっと針治療していただいてやりたいと。チャンネル登録よろしくお願いいたします。マジで。これはどういうところですか？ここは、はい、鍼灸院なんですけど、はい、主には女性の不調とかを治療するようなので、はい、男性は基本ご紹介だけなんですけど、今回は私が怪物くんに声をかけさせていただいて、はい、普段こう食べるの見ててすっごい面白いんですけど、はい、大丈夫かって結構思ってたら、はい、なんかライブ企画始まってあ、なるほど、始まったんだぜひと思って。そういうのに効くってことですか？そうです。実際痩せるわけじゃないんですけど、はい、針を刺して内臓が動いたりして、はい、悪いものが外に出るのを促す。最初で仰向けになって、こっちでした。ごめんなさい。お数字普段結構出てます。今ちょっと全然見込めないです。そうなんですか。全体的に今パンパン。パンパンですね。バンバンっていうのはその内臓がってことですか？これはね、そうです。内臓がめっちゃむくんでる。確かに。状態にはなります。重りが乗ってるような感じでしょ。どういうこと？なんかわかんないけど。抑えられてるから、ね、今。なんか見えますね。なんか予想以上に弱いというか。あ、弱い。脈が弱い。なんか、あの、強さが。血行が隅々まで巡ってないっていう。そうですね。かもしれない。なんか予想です。じゃあ、うつ伏せになります。あ、うつ伏せ。はい、で、この穴に。あ、ここに穴に。ありがとうございます。すごいな、この手。いや、もうなんか急にちょっと大きくなったんですかね。背中にそう肉割れすることってあります？こんなに今ないです。ですよね、うん、この範囲が広くないですもん。腰割れ人とかこの辺にするのあったりするんですけど。あ、じゃあやばいってことですかね。あ、背中ここがすごいもっこりしてらっしゃるんですけど、本当内臓がパンパンになっちゃってるっていう。あ、パンパンになってて、健康診断この前されたみたいなことを言ってましたけど、どうだったんですか？ああ、ちょっと、まあ、そこまで、悪くなかったし。めちゃくちゃ嘘つくやん。足の方から針を行きます、ね。はい、足。刺すときは痛くないんですけど、悪いとこ、ツボに当たると、ズーンっていう感覚がします。あ、ズーン。消毒します。足首やっていいですか？あ、すいません、大丈夫だ。ちょっと当たってきます。大丈夫だ。大丈夫ですか？大丈夫です。刺されました、今。痛い。なんかズキーンっていう感覚きましたね、さっき。なんかこのラインって膵臓とかと関わってたりとか。あ、すごい硬い。膵臓が悪いっていうのは糖とかを取ってるから、それでどんどん血糖値下げようとして疲れてるっていうのかな。インスリン出させすぎてですか？そういうことです。なんかこう女性痛いよ。ここが多分痛いですね。痛いねこれ。左足です。痛い。うるさいな、お前。少しリンパが詰まって。あ、でもリンパが来ました。でもリンパ分からへん。どうなってんの？うわ、痛い。なんかやってるよ。もうイルミやん。昔からこんなに足になんかいろいろできてたんですか？いや、なんかね、あの家に住んでからですかね。あの家に住んでからなんか生き物すごいできるようになった。食べ過ぎてたりして流れが悪いとやっぱ血流悪くなるんで、ちょっと傷ついても治りがすごい悪かったりしてずっと残ったりするんですよ、うん、ちょっと上からタオルかけちゃいます。変な感じしないです？はい、はい、いや変な感じはずっとしてそうだけど。やばいですね。死にます。やばい。確かにめっちゃ、何これ、こんな人もう見たことない。だってこれ筋肉の盛り上がりじゃないですもんね。じゃないです、ないです。本当に内臓がむくんでるんだと思います。いや、めっちゃ汚いよ。痛いですか？あー、気持ちいいですね。少し長めの針で。おー、来た！うわ、来ましたね。5センチぐらい入れてます。そんな入れんねや。いや、というものなんで、まあありがたいですけどね。これ、うわ来ましたね、今走りましたね。どんな感じ来てんの、それ？これはね、なんかもう体にそのなんか子供が走ってる感じ。来た。来てからは今ってないですけど。ですけど今あのここって仙骨って言って三角形の骨があるんですけど、この中に神経が通ってて生殖器とかに効くというか。あ、生殖器効く。うわすごっ。インポーテンスの方とかもう針治療ってしたりするんですけど。あ、そうなんですか。
ね、今のテンション。ほんでその傾向があるんで。その気があるっていうのは。いや、多分 ET でしょうね。はい。去年彼女できたって言ったじゃないですか。ああ。でも全然反応なかったんで。え、あれ彼女そんな感じになったんですか。一応脱がそうっていう感じにはなったんですけど。でも全然なんか。脱がそうという運びにはなったんですか。運びにはなった。報道感は。次ちょっと背骨沿いに温かい石を乗せていきます。あ、はい、すごい。普通なんか鍼灸院とかだと赤外線当てたりするんですけど、ここなくて。で、石ってスピリチュアル的な話じゃないですけど、気の流れを良くしてくれるので、うん、背骨に乗せってことで効果をより高めるといいますか。うん、起爆剤みたいな。そうですね、なんかそんな感じで。よくでも色本の雑誌にありますよね、なんか。なんか色本の雑誌なんかこの石を身につけるとみたいな、なんか運が寄ってくるよみたいな。結構雑誌のもう追われて。あ、来てますね。うわ、いてて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 。綺麗に言うな。いてて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 。何カンペ出てる。あ、抜くんですかこれ。はい。なんだ。ちょっと一回。痛いよ。すごい柔らかくなってる。え、もうなんかパッて感じします。あ、でもなんか、うん、そうですね。あ、抜けてる。あ、抜けてるんですね。抜けてる。あ、よかった。このままくなった。便とかがすっごい黒いとか、はい、じゃ臭いとかは、なんか そういう証拠でストックスが出た。あ、緑ってのがありましたね。嘘やん。ほんとほんと。緑ってのがありましたね。なんか笑いザップかなんか見ていただけますか。そうなんです。よかったな、出てきて。2の方がテンション上がりました。まさか出てくると思わない。あー、そう。笑いザップをシリーズで追っかけてる女の人がいるんですか。このように。あ、そうですね。うわ、痛い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 。まだ痛い。ここで痛い痛い。もう本当に言うな。もうどこですか、それ。ちょっとくっついてる状態かもしれない。痛い。くすぐったことないですか。大丈夫ですね。これなんだ、ローションかなんかですかね。あ、オイルです。あ、オイル。あ、そう。出ますけど。なんか注射したんですか。いや、なんかね、顔刺されてから後が消えなくなっちゃって、なんなんだろうこれ。歯に刺さり治り悪いの。治り悪いっす、めちゃくちゃ。何かおもろい。やばいですよ。あ、痛いよ。もう本当、血行悪い証拠。代謝が悪いです。あ、僕は。はい。それお前やろ。プロの人に筋トレ見てもらったりしないんですか。筋トレ。でも喋んなお前も。やだ。何何何何何。確かにちょっと怖いな。行きます。わ、そう。行ってて。わ、すごい。チクチクしますよ。あ、いいね。でも、もっとしてもらってもいいですか。マックスですか、これ。マックスしてみますよ。一回マックスやってみましょうか。やってみましょうか。痛いね。痛い。わ、ちょっと痛い痛い。あー、ごめん。無理。あ、痛い。やめてくれよ、マジで。やめてくれ。ほんとに。おぉ。いや、本当に全くやったことないんですか、こういう。やったことないですね、このプレーは。そういう女性のなんかお店とかでも。あ、行かないですね。あ、そうなんですか。女の子のお店行ったことないですね。超びっくりなんです。やっぱりそうなんですよ、好感度を上げて。めっちゃ上がりますね。はい。確かに、風俗行けんの。あ、風俗とかは行かないですね。表情変えるね。そうですね。チャンネルなんか、ありがとうございます。大仏くんなんてイケメン狂いじゃないですか。いやいや、そんなことないですよ。弟はすごいイケメンって聞きました。あ、弟ですか。弟はまあそれなりのモデルじゃないですけど。あ、そうなんですか。サッカーやってました、ずっと。何やつで。サッカー。全然モデルじゃないな、確かに。あー、すごいすっきりしましたね。
頭良くなった気がする。はい、冴えますよ頭。うん、なんか今もうなんか天才になった気がする。もう冴えてない。すごい。結構入ってますよ。すげえ。あうすっごい効いてるのがすっごい痛い。え、どうなってんですか。これ緑と黄色って何か違うんですか。あ、太さが違って、この緑が一応お顔用の針で、はい、これは体にも刺してくるような針なんですけど、歯が痛い。あ、そうそう、あの動かすと多分この辺。あ、すごいすごいすごいですね。あ、痛い、痛い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 。あ、動かさない方がいい。あ、そうですよね。今食べれませんもんね、ご飯。そうですね。このままじゃ。お疲れ様です。じゃちょっとお腹もう一回確認します。あ、バイオリン全然良くなりました。あ、それで、はい、あ、なんかさっきより目が力強く、あ、さっきは弱々しかったですよね。自信に満ちてますね。はい、以上です。お疲れ様です。あ、ありがとうございます。あ、お気持ちもありがとうございます。いや、ちょっとね、気持ちよかった。すごい。え、そんなの。もうすごいです。いや、本当ですか。いや、ありがとうございます。いや、なんかね、体調子いいですよ。何ですかこれ。こっち漢方で、これはあのお口直しの、あの大好きな飲むヨーグルトを。あ、ありがとうございます。え、これ漢方ですか。体にちょっと熱が溜まってる感じを取ってもらうのと、あとはそのむくみとかを取るのに漢方です。あ、ありがとうございます。わざわざ。ああ。なんか一仕事終えたぐらいの、あ、染み渡るわこれ。え、そんな感じなの。あ、そうそうそう。え、その飲みやすい感じなんですか。飲みやすい。あー効く。え、なんかもっとおいってなる感じじゃないの、漢方って。いや、もうね、なんかそうでもないみたい、最近の漢方は。まあ、さすが。おお、大丈夫、すごいな。すごい。すごいね、やっと。感動。あ、いい男になったね、これ。いい男になった気がしますね。はい。何それ。コロッケさんもこれできるんですよ、ね。あ、もう大丈夫、大丈夫。もう大丈夫です。いや、でもなんか、褐色よくなりましたね。ちょっとお腹出てね、探すもの出してもらうと、すっきりされると思うので。うん、いや、めちゃくちゃ気持ちよかったな。本当に来ていただいて、ありがとうございます。いやいや、とんでもないですよ。こちらこそありがとうございます。こんな。長生きしてください。いや、ありがとうございます。これ、ちなみに、お店の情報とかは。ここ場所、引っ越すんですよ。場所決まってなくて。あ、ここじゃあ最後なんですね。そう、だからすごい嬉しいです。あ、そう。最後に怪物くんと上田さんに来てください。いや、めちゃくちゃ嬉しい。でも、もう、いや、よかった。いや、優秀な美を飾れてよかったなと。僕も立ち会えて。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にもうなんか。いいですか、こんなちょっと。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。